おはようございます。今日は帯広に移動してきました。帯広って言っても北海道じゃないからどこにあるかちょっと分かんないかもしれないですけども、数日中にどういう風なルートを通ったか、地図を出そうと思います。で、北海道はですね、あと2県です。ここ帯広とその次が室蘭の水族館ですね。水族収容所に行って北海道終わりです。で、4日には、本州に戻る予定です。で、その前にその北海道を1回整理して、次の、戦略だったりとか、もう1回見直してから、本州に取り掛かりたいと思います。で、東北がまた北海道と同じぐらい量があります。これ1ヶ月見てた方はですね、この動物園とか、収容所の多さに、実感してくださってるか、私はもう実感しすぎなぐらい、多いだろうと思ってるんですけども、東北は北海道と同じぐらいの量があります。ただ数軒行ってるのでちょっと楽な感じですね。で、もうそれやってから関東に移ります。ですので関東は、うまくすれば5月の後半に取り掛かれるかなという感じで、これがまた関東がですね、東北と北海道を合わせたぐらいあるので、かなり大変だと思います。移動距離は少ないんでね、ちょっとその分楽かもしれないです。ですね、ここの帯広はですね、7万5千平方メートルです。なので、井の頭の半分ですね、ぐらいです。実感としてですね、日比谷公園が16万平方メートルです。なので、あの広さの、半分ぐらいの広さということですね。なので、そんなに、でかいとこ、釧路だったりとか丸山よりはちっちゃいですね。半分ぐらい以下の規模になります。はい、ということで、ここちょっと周り見ていきますかね。こんな感じで、遊園地が併設された昔ながらの、収容所です。できたのもかなり昔ですね。ここの帯広だったりとか丸山だったりとか旭山っていうのはかなり昔からある昔ながらの収容所になります。はい、で、なのでその昔ながらのやつって、その例えば丸山も旭山もそうですけど、順次、改築してってるんですよね、現代に合わせるように。といって存続を図っているので、帯広はどういう方針なのかちょっと、見てこようかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。